そうですね。これはちょっと、これで来るんですね。じゃあ、やっちゃいますね。絵がめっちゃ面白いですね。なかなかこういうことないですよね。じゃあ、まずはこうやっていっちゃいましょうか。いつも通り、ダンベルの運動でやっていきたいと思いますと。よいしょ。では、この私、宇宙の帝王が、この重力が何十倍もあるんですね。宇宙船でトレーニングをしたいと思いますよ。今日はアップですよね。アップから。アップから。ぜひやってみましょうからね。そこのスカウターも入れてます。わかりやすいようにね。さあ、行きましょう。ありがとうございます。そしたらですね、手は、ももの前から、上げる、下げる。肩の高さも同じぐらいでいいですね。5回いきます。2、あ、ありがとうございます。3、4、5。したら、次は、ちょっと斜め横。せーの、1、2、3、4、5、はい、OK です。そしたらですね、今度手、前出しましょう。前出したところから、横に開いて戻す。1、2、3ですね。これも5回いきます。全部5回ずつやるので、はい、開いていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、はい、OK。そしたらですね、手のひら今度上向けましょう。こう。そうです。そのまま開く。さっきと同じですね。手の向きが違うだけ。はい、じゃあ行きましょう。せーの、そうですよ。はい、1、2、3、4、5、はい、OK。そしたらですね、今度腕伸ばしましょう。腕伸ばしたら、肩で腕を回していきましょう。前回りに5回。1、はい、2、3、4。で、逆回り。せーの。1、2、3、4、5。はい、OK です。なんか軽やかにちょっと音鳴ってるんで、それでいきます。なるほど。なんかトーストでも焼けたんですか？なる。危ねえ。危ないっす。爆発するところです。何がいいの？掃除機っす。掃除機の充電器が終わりましたよっていう合図です。そういう軽やかな音が流れるんです。そうなんですよ。はい。イレギュラーです、完全になる。びっくりしますよ。でですね、今日はまあ1セット目、腕立て伏せやっていきましょう。なんで大胸筋ですね、ここ。まずアップからいくので、普通にプッシュアップバーをですね、持っているプッシュアップバーをセットしていただいて、こちらを使って、そうです、これです、はい、大体まあ、そうですね、ヨガマットがある場合、ある場合は、このヨガマットの端にこう置くこっち側が来るぐらいで幅的には完璧になってると思うのでそれぐらいで肘がこう肘の下に手が来るようにここがこう90度になるぐらいの幅が多分マットの縁ぐらいにこの頭が来るとちょうどいいと思うのでマット引きました？いいですね。こちらですね。はい。で、真横に置いてもらって、で、膝立て伏せからいきましょう。ちょっと準備運動というか、これから胸に刺激入れますよっていう合図ですね。ね、大胸筋を殺して差し上げますよ、私は。はい、殺しちゃいましょう。これは殺すっていうのはまだ挨拶程度なんですけど。なるほどね。はい、じゃあ、準備までいきましょう。はい。いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、10回10回、8、9、ラスト10、はい、OK です。一回ちょっと休憩しましょう。
左肘大丈夫ですか？問題ないですよ。だいぶあの壁と壁攻めてますけど。まあここがね、まあ後で、後で止まった。後で壊していただきます。今ちょっと山本さんが壁について熱弁してくれたのが映像止まっちゃって聞こえなかったっす。なるほど。山本さんじゃない、フリーズさん。最近食事どうですか？タンパク質取れてます？これちょこっと取れてはいます。卵が多いですね、やっぱ。ああ、なんかやっぱりお家にいることが多いと思うんで、お家わかんないけど、炭水化物がね、どうしても多くなってしまうと思うんですけど、どうなんですか？あれ、はい、あの鶏胸肉が売ってないんですよ、なんか。え、そうなんですか？スーパーで。え、東京都は鶏胸肉が売ってないんですか？いや、もうなんか私の近所でも売ってないんですよ。へ、え、ぇー。売り切れるけど、ああ、そうか。でも僕は相当あの、田舎の方にあるんで、鶏胸肉超余ってます。あ、あるんですね。なんかあのホットケーキとかあんまないんですけど、なんか無印のメーカーさんとかあるじゃないですか。なんかちょっとなんかこうどこのだよみたいな。ああいうのは置いてあります。なんかみんなこの怖くて手出さないみたいですね。あのホットケーキって言えば、うん、あの表紙がしっかり書いてある美味しそうなやつが売れてるんですけど、粉だけはあります。おお。っていう状況ですね。でも鶏胸なかったら最悪ですね、それは。まあそうですね。ただもう都内から出れないですからね。そうですよね。なかなかね、探すしかないですよ。じゃあもうどんな食事してるんですか、そうなってくると。ご飯と納豆あるんですか？ブロッコリーがあるんで、はい、ブロッコリー食べて、あと魚とか、ああ、一緒してますね。あとは、ああいいですね。まあ和食というか、まあ朝食の延長線上みたいな食事はやっぱりこう太りにくいというか、動かなくても脂肪があんまりつきにくいイメージはあるので、あの断言はできないですけど、ちょっとそういうお家にいてなかなか動けない時だからこそ、なんかそういう食事とかね、やっぱ崩れやすいじゃないですか。お菓子とかね、食べやすくなってしまったりするので、ちょっとねこううまくやってあげるといいですよね。うん、てなことで、1セット目いくんですけど、回数は20回をやっていきます。向きは真横で大丈夫です。はい、こうしたりこうしたりする必要ないです。普通に真横、はい、やっていきましょう。20、下までしっかり降りて20です。了解です。膝なしですね。膝なし、膝なし、膝なし、はい、あ、そうです。いきます、せーの、はい、1、2、ゆっくりゆっくり、3、そう、4、2、5、2、6、2、7、2、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、余裕ですね。はい、19、ラスト20。オッケー、ナイス。あ、来ますね。ゆっくりすると来ますね、これは。いいですね。これ、あの、ぜひ、これがね、あの、見られることを願って、言うんですけど、はい。あの、おうちのトレーニングの時って、うん、あの、強度が変えられないじゃないですか、そこまで。例えば、重りを10キロから20キロにしますとかができないので、こういかにその一回一回降りたり上がったりする負荷を逃がさないようにするかが大事なんですよ。なんでこう早くやっちゃうと降りる時かかります。早くやっちゃうとここ使ってるタイミングっていうか、まあ、時間にすると本当 0.3 秒ぐらいで上がってきちゃうと
せっかくゆっくりやれば1秒ぐらいかけるのに 0.3 秒だったら1秒かけた方が筋肉きついじゃないですか。なのでゆっくり降りてこうネガティブでこうかかってて押すときにこの切り返しをこう逃がさないまま押してくるみたいな。ゆっくりやってくる。そうです、ゆっくり降りてゆっくり押す。下がるスピードとスピードは終始全部一緒です。はいはい。そうしてあげた方が負荷がずっと筋肉に乗ってくるので、要はその分強度を上げることができるんですよ、それだけでも。おお。ちょっとそれを意識してほしいですね、お家でトレーニングする場合は、はい、特に。じゃあ自宅でトレーニングでゆっくり。そうです、ゆっくり。自宅の時ほどゆっくり。はい。ゆっくりやると回数ができないので、そっちの方がやっぱ時短にもなりますし、お家だとなかなか集中してできない方が多いと思うんですよ。なんで、もう早くやって終わらせたいじゃないですか、言っても。長くやれてる人なんかすごいないと思うんですよ、お家で。見た方、いいこと聞きましたね。ゆっくり、ゆっくり最短で終わりましょうと。わかりました。ちょっと続かないんで。はい。はい。ってなことで、2セット目いきましょう。なので、20回って一応僕、目安つけますが、できなくてもいいです。ゆっくりできてれば。問題ないんで。降りるスピードと上げるスピードはわざと一定にしてください。では行きましょう。せーの、1、2、3、4、いいですよ。5、6、7、深く降りる。ゆっくり上がる。5、18、あと2回、19、ラスト20、素晴らしい。どうですか、胸の感じとか、こう、なんていうかな、使ってる感っていうんですかね。いや、あの、きすぎてますね、これは。よかったです。今後も返信を遂げてますね。いや、いいですよ。一回、あの、水とかもね、ゆっくり入れてもらって大丈夫なので、はい、水分取ってくださいね。いや、水分取りましょう、これは。あ、そう。2分ないし、2分ぐらいちょっと休憩しましょう。はい。はい。ちょっとね、ゆっくりね、しましょう。あ、そうですね。そういえば、はい、そう、昨日、なんか、僕の家って、海沿いにあるんですよ。はい。本当、下すぐ海なんですけど、そこをあの子供となんかこう散歩してたんですよ。はいはい。そしたらあの通りすがりのおじさんがいてですね、基本的に人って全然いないんですよ、そこって、うん、いないんで、まあちょっと僕もあのマスクすればよかったんですけど、マスクしてなくて、言ってももう本当歩いて帰ってくるぐらい、子供がいても歩けないんで、こんなに距離は本当、それ、本当10分ないしぐらい、4、5分ぐらい出てるぐらいだったんですけど、たまたま人だけすれ違って、そのおじさんマスクしてるんですけど、あの、すれ違いに怒られました。あ、なるほど。何言ったんだけど、すごい剣幕で、もうマスクなんてしないで、お前何やってんだよぐらいの感じなんですよ。バーって言って。だからもう、すごい世の中になったなって。いや、もうね、皆さんはピリ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 してるんですよ。してますよね。私のあれですよ、YouTube のチャンネルあるでしょ。はい。
そこのコメントでちょっと YouTube の動画でちょっとあの再生数を言ったんです。はい、多分自分の再生数は1000ぐらいで、あの前 R 藤本 ID が10万円ってなんでですかみたいな冗談っぽく言ったのに、コメントでそんなに数字にこだわる経営は嫌ですチャンネル抜けますってコメントをもらって、いやいや、どこに怒ってるの。いやまだイライラする、もうイライラするところがもうもうちょこっともう嫌になったらもうすごく嫌になっちゃうの。世の中だから多分本当いろんな方がいらっしゃるんで、そういうところは何とも言えないんですけど、多分結構みんな余裕がなくなってきてるというか、何ですか、なんかストレスも溜まってきてるんですよね。だからこうディープトレーニングしましょうって話。そうですよね、本当この腕テストしたら、あのそのストレスやってる最中に関しては絶対考えないんで、そうでね、ちょっとストレス解消ではできないかもしれないですけど、忘れてはほしいですよね、ちょっとね、そのちょっとの時間でもいいから。そういう意味では、ぜひやってもらいたいですね。そうやりましょう。はい、ってなことで、まあ、3セット目いくんですけど、次ちょっとね、あの工夫します。今、ここが、今見えてます。ここは床だとしてください。で、同じ果て幅でいきます。で、下で降りるじゃないですか、深くまで降りたら、胸がすごくストレッチ、伸ばされますよね。伸ばされたら、一旦ここで止まってください。秒で言ったら、1、2ぐらい。で、はい、押す。押すときは多少あのさっきよりあのなんていうんですかね、こう効かせなくてもいいので、そこまでこうこだわらなくていいです。その代わりバンってこう体が浮くようなぐらいの力じゃなければ大丈夫です。だからゆっくり降りてきて 1,2 止まって押していく。ゆっくり行って 1,2 止まって上げると。そうです。はいはい、でもこれは下が大事です。すごくお、これ下によし、はい、じゃあ行きましょう。大丈夫です。これも目安は20回です。できなくてもいいです。いきます、せーの、1、2で上げる。そうそうそう、1ゆっくり、1、2上げる、2、1、2、3、そう、はい、1、2、4、下行った時力抜きすぎないようにしてください。耐える、あえて5、自らきつくしてあげる感じです。胸で1、2、上げる、そうです。1、2、7、1、2、お水をね、飲みましょう。お水を持ってきます。どうぞ。
コップがありませんでした。やっぱね、トレーニングするときお水うまいです。次は足をやっていきましょう。足。はい、はい、足。で、足ですね。見てなかったら教えてください。足。足はですね、マットがあれば、マットを2つ折り。マット2つ折り。はい。1つでもいいですけど、まあ、2つ折りできた方が邪魔にならないんで。はい。で、置いちゃいましょう。で、栗田さん、その向き横にしてもらっていいですか？縦になってるんで、マットが。これをこう。あ、そういうこと、そういうことです。はい。はい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 。そうです。で、この状態で、そのマットをまたいでましょう。こうやって、ダーンって。そうです。で、そのまま、今、後ろの足のつま先が、外向いちゃってるじゃないですか。そう、全部右も左足も前に向くようにしてください。まっすぐ。向いたら、そのままですね、膝をつけてください。ちょっと僕視点変えます。僕が視点変えます。よ、今。こうやってますよね。フォーム的には。で、このまま、右の膝を下に起こす。で、下に下ろしてあげるんですけど、今ちょっと説明のために下についた時間長かったんですけど、タッチした瞬間に軽く、1、2、3ってやってくるんですけど、これすごく簡単で、注意点がもうほんと2個ぐらいしかないです。まああるんです、細かく言えば。つま先まっすぐ向けましょうっていうのと、あとはこの前の方に体重をかけるのではなく、こっちの残ってる方の足に体重をかけて真下に下ろしてあげるんですよ。これは左足、今僕前に出てるんですけど、左足が前に行っちゃうとこういう状態になっちゃうんですね。はいはいはい。こうしちゃうと別に効くんですけど、負荷自体がうまくこうかかりにくいので、まあ、怪我もね、しやすくなっちゃいますし、下に降りて、あげる。胸は張った状態で。っていう感じすると、後ろの足のももの前がすごくストレッチされて効いてる感が分かりやすいので、各15回タッチして上がったら、足そのまま切り替えて15回、はい、やっていきましょう。わかりました。じゃあ行きます。せーの。誰がやってるのか分かんないですね。はい。1、2、あ、そしたら、栗田さん一回ちょっとストップして、誰かやってるかちょっと分かんないんで、顔が映んないですよ、下に下がっても。なるほど。でちょっとカメラの位置をちょっとこう、ちょっとだけこう上げれます。顔がしゃがんでいくときに映るぐらいでいいんで。はい、こう、これちょっと上げすぎっす。上げすぎ。あ、いいっすね、いいっすね、オッケーっす、オッケーっす。はい、なんか機嫌だったっぽいですね。偶然ですね、これめっちゃいいっすね、これ。これ私のね、技です。そうですね。はい、じゃあいきますよ。せーの、1、2、膝つけますよ。3、止まった。何、4、5、6、8、左足乗せる、9、10、11、12、ゆっくり降りる、13、そうです、そこまで、14、15、はい、OK、
はい、逆足。結構。しっかり下まで膝、床につけますね。はい。はい、行きます。せーの。1、2、3、4、もうちょい深く。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、はい、15、はい、OK。ちょっと、リクモさんだよ。なっ、リクモさん。リクモさん。次はですね、同じことをやるんですけど、はい、ゆっくり降りたら、さっきのペースがこれぐらいだとしたら、次は持ってくる。ゆっくり、まあ、ゆっくりですか。常にゆっくり。なるほど。これぐらいのペースで、ずーっとここに服が乗っているような状態。まあ、こっちにもちょっとなりますけど。で、やっていきましょう。ゆっくりやるんですね。片足やってるより片足ほぼ休んでるんで、連続でいっちゃいましょう。わかりました。いきましょう。せーの。1、2、あ、いいですよ。3、あ、もう最高ですし、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、OK。 しかし、せーの、1、2、3、14、ラスト15。はい、OK。 なんか天使の輪っかみたいな。本当っすね。すげえ偶然ですね、この角度で。いや、強い。いや、すごいね。ちょっとした、お尻のトレーニングというか、はい、太ももの、ももかんって言います？膝めっちゃ当たると痛いところ。こことかなんか膝パーンと当たれると、なんて言います？痛いですね。痛かった方ですね。違いますよ。それを切ってんじゃなくて。何です？あれ、神奈川の人間はここに膝が入ることをももかんって言うんですよ。ああ、はいはいはい。あれ、なんて言います？もう、え？なんですこれ。え、言わないですか？ももかん入ったわみたいな。
モンパン入った、カタコンありますよ。違うんです。え、じゃあ言わないっすね、じゃあ。なんでそれ。多分ね、体の人間はモンパンって言った瞬間、ここめっちゃ痛くなるよね、みたいな。その膝がドーンって入ったところに痛いじゃないですか。あ、そういうのあるんですね。いや、あります、あります。ないっすね、じゃあ。惑星フリーザにはないっすね。ないですね。フリーザじゃない、惑星ベジータでしたっけ。いや、フリーザですよ。惑星フリーザじゃない。ないっすよね。ないんだ。そうなんですね。てな感じで、そこの筋肉、ここと、ここを鍛えていくんですけど、はい、別に、これ物なくても、十分鍛えられる。じゃあ鍛えられちゃうんで、はい、ちょっとだけ移動します。で、壁に手をつきましょうと。壁を手についていただいて、足をこうやって横に開いていくだけ。あ、はいはい。ないですけど、前、やったことある人ね、あ、分かると思う。それありますね、やったこと。この向きで、こうやって上げてくるだけなんですけど、この時につま先がこう開いてきちゃダメです。こういうふうに。しっかりつま先からかかとまでが一直線のまま、真横に出していくイメージですね。1、出しは下ろさない。2、なんっていう風にやっていきます。これやってる足も軸足もきつくなるので、どちらが痛くなってもあまり問題はないです。両方やるので、はい、ちょっとこれをね、15回ずつ、やってみましょう。画角、うん、はこの感じがいいです。これは3本1本やるので、ね、ちょっときついんですけど、右終わったら、左足やって、連続って感じですね。カメラの位置が大丈夫ですか。はい、大丈夫です。いきます、せーの、はい、1、2、ゆっくり、3、つま先開かないように、4、次の人はもうちょいゆっくり、5、筋肉で上げていく感じ、6、そう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 、7、あー、これはきついぞ、8、はい、9、10、足の裏汚すぎでしょ、11、はい、足の裏がこんにちはしますね、12、13、14、15、そしてそのまま左足行きましょう。すごい、はい、はい、せーの、1、2、3、はい、5、6、7、ゆっくり、はい、8、もう何ならかかとから出してくるイメージです、9、10、11、12、13、14、15、はい、OK、そのまま右足いきましょう。はい、はい、連続連続、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、痛くなってからがスタートですよ、9、10、いいですよ、11、12、13、14、15、あっくいきましょう、せーの、はい、1、ゆっくり、2、3、4、5、6、7、開かない、8、レーズは止まってます、9、はい、今動いてます、10、はい、11、12、
13、14、15、はい、ゆく足ラスト。あ、ラスト、はい、せーの、はい、1、2、3、お尻とかその外側のももの筋肉で動かす。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、はい、いきましょう、ラスト、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラスト、15、はい、OK、 はい、休憩、休憩、これはね、きついですよ、やっぱりきついですよ、これ多分ですけど結構頑張れるんじゃないかと、お家でもこれは、はいはい、きついけど動かせるじゃないですか、頑張れば簡単にできます。そうです、そうです、なんでこれはぜひおすすめです。これはいいですよ、ね、重りになってくれるので。ありがとうございます。あ、じゃそのマットの色が紫な色なのは合わせたんですか。そうです。あ、そうなんですね。これはダイソーに行くやつです。あ、そうなんですね。まあ、ダイソーも結構なんかトレーニング用品でいいものありますからね。ありますからね。シャープバーとか。そうそう。あとちょっと100均じゃないんですけど、100均でもこういうバランスボールありますからね。300円ぐらいあります。400円だったかな。確かそれぐらいで。でも安いです。安いですよ。バランスボールって使いようと結構あるので、トレーニングの強度が一気に上げれるっていう意味では、重り買うよりバランスボール買っちゃった方が、やるとき空気入れたら大変なんですけど、なんか、お家でやるだったらすごくおすすめですよね、これは。そうか。いろいろできますもんね。はい。一般の人多分乗ることぐらいしかあんまりイメージないと思うんですよ、使い方が。座るとか。うん、そういうのできればなと。で、この後は腹筋やってみます。ラストですね、腹筋。わかりました。腹筋ですね。腹筋をきれいにするわけですね。はい。今ですね。あ、出ました。はい。もらってやるわけ、やるよね。はい、やっていきます。でですね、腹筋はですね、普通に寝たら、まあ、こうやって膝立てて普通の腹筋やるイメージの方がいいので、寝てもらってそのまま手のハンドを使っていただいてもいいので、膝を立てる。そうです。もうちょっと間を空けてもらって大丈夫ですよ。足と足の幅を、足と足の幅を空けて、そうです、そうです。そこで質問それ以上動かさないでください。足がめっちゃ綺麗に細く見えます。あ、これが異曲に見えます。めちゃくちゃ、まあいい、まあ、ちょっと置いといてですね、そのまま上がってきたらですね、足をね、床から離すことなくつけたままで
上がってくるんですけど、上がってきてもらったら右手で 右のくるぶしを触りましょう。パンツで、また降ります。はい、右です。ウリトさん、見えてます？映像、僕の見えてますよ。 OK、そしたらそのまま寝てもらって手の反動もある程度使っていいので、上がってきたら触る、1、寝る、2、うん、さっきいいような感じのイメージでやっていきましょう。これ20回までいきます。じゃあいきましょう。せーの、1、そうです、2、3、降りるときも腹筋使いながら、4、5、6、7、8、あ、できるようになってますね。なんかちょっと、ああ、いいですね。9、一回もできなかった。じゃあ山本さん、ちょっとカメラの目線を高くしてもらっていいですか。今美脚しか映ってないので、はい、多分見てる人はこういう風に触るんだなっていうのが分かったので、残りの10回はその藤田さんのきつい顔を映しましょう。これ、あ、もういいですね。アングル下げます。はい、せーの、はい、ハンド使っていいので、そうです、11、12、ハンドも途中で抜かすといいですね。13、腹筋で、そう、上がるときだけ使ってあげる感じです。14、ふっ、それから腹筋、そうです。15、16、17、18、19、20。はい、OK です。休憩しましょう。腹筋使ったことありますか？ありますね。腹筋しか使ってないですね、もう。まあ、腹筋ってね、よくあるんですけど、足が疲れちゃうとか、腹筋やってるんだけど、ももの前が疲れちゃって、全然腹筋、まあ、使ってるけど効いてないですみたいなことって非常に多いんですけど、腹筋って一番床からベタって寝てる状態から、こう、上げてくる瞬間が一番強度がどうしても強くなっちゃうんですよ。0から100とは言えないですけど、なので腹筋ができない人はそこは上がらないので、こう足をかけないと上がってこれないんですよ。よくあるじゃないですか、腹筋マシン出しかけるところ、あれ使っちゃうと足の負担が大きくなって上がれるっていう仕組みなんですけど、腹筋にかかる負荷自体がすごく低くなっちゃうんですよ。足にだけいっぱい来ちゃうみたいな。なんで回数いっぱいできちゃうんですけど、腹筋も他の筋肉と一緒の筋肉で20回ぐらいとか30回ぐらいで潰れるはずなんですよ、強度が弱くて。なので最初の部分、これで全部ね、反動を使ってちょっと上がってもらっていいので、ここら辺から抜いてもらって、ここら辺から腹筋の力で上がるようにすると、より腹筋使ってる感が出やすいと思うので、反動をそこで切るようにしてあげるといいです、うん、なるほど。はい、反動でね、使いすぎるとバーッとここまで上がってきちゃうんで、そうすると腹筋全然使わないんで、ちょっとこんだけ反動の、はい、感動というか、まあ、うまくね、付き合ってあげるといいと思います。できないとつまんないじゃないですか。確かに。なので、何事もできすぎるとろくなことないよっていう。できなすぎてもダメですし、トレーニングに関しては、できすぎもできなすぎもあまり良くないので、うまくこう、なんか付き合ってあげるといいですね。いろんなことで、これは2セット目も同じくいくので、もう一回いきましょう。わかりました。はい。もし、反動使わなくても割れる場合は、反動使わないでもらって大丈夫なので。はい、難しい。
よし。はい、では行きましょう。あ、はい。はい。はい。ね。一。二。三。そうです、そうです。四。け。五。六。はい。あ。七。八。ああ。十。ああ。十。ええ。はい。十一。ああ。よ。十二。ああ。ナイスナイス粘り。十三。十四。あ、ダメ。ダメですよ。あと二回。十五。ラスト。十六。行こう。行きますよ。はい。ナイス。本当は俺のとこまでですけどね。これは来ますね。上がって最後折り切ってください。本当ははい、グッドですね。あの味わえるんで最後。なるほど、はい、で、ね、ラストあのいつもやってる、はい、いつもやってるっていうかあのプランク、はい、プランク体幹といえばこれみたいな、はいはい、定番のね、定番のあれをやっていきます。こんな感じでやるんですけど、もしこれで、ね、腰が痛い場合はあの膝ついてもいいですかって、あの一般の方です。いや、あのフリーザさんはやらないですけど、膝ついて腹筋にキープしても十分入ります。この体勢をキープできればこれだって。で、まずは1分間、はい、あの膝つかないでやります。こうやってバーンってやります。で、1分経ったら膝ついて腹筋にかかるからで余計より感じてください。はい、30秒間いきます。これ1分の、これ30、うん、腰がこう砕けないようにしてください。わかりました。では行きますよ。よーい、スタート。いいですね。自ら腹筋に力を入れてあげてください。だが25秒、あの残り の、 あの1分終わった時の30秒はあのデザートタイムみたいなものなので、はい、こうそんなにきつくないかなと。腹筋だけがきつかったら問題ないかなと思います。腹筋きついですね。あと20秒。はい、はい、膝つきましょう。膝ついて腹筋によりかかりやすくなるので腹筋自ら力を入れます。効いてる感ありますか、腹筋？あります、あります。プル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 震えてますね。足が外れるとより腹筋に、あの集中して深くかかせることができるんで、はい、
あと10、9、8、はい、7、6、はい、5、4、はい、3、2、1、はい、OK。結構きますよ、これは。結構きますよね。これはきますよ。すごい。いや、すごいですね。あともう一本だけ、ラスト同じくいきますね。次、今あれ、はい、パソコンですよね。ですね。を、なんかちょっと高いところ置いてもらって、こうなんかあそこから撮ったやつ、こう、なんていうんですか、フリザーがここにいたら、ここにパソコンがあって、こう、なるほど。いうとこあります。あ、なんかあの水の段ボールとかの上でもいいですし、なんかちょっと高さが。水はもうベコベコで上げれないんです。本当ですか。なかったら、なかったら全然問題ないです。まあ、いいですよね、こう高い位置に。ずらした方がいい。一回ちょっと試してます。はい。行けたらいいです。ちょっと待ってください、ね。はい、全然大丈夫です。今思いっきり高いですね。思いっきり高いです。はい。あ、こういう。あ、いい感じです。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい。こういう感じですね。あ、めちゃくちゃいいです、これ。あ、これいいですね。この視点、常にこの視点でいいんじゃないかぐらいな感じですよね。うん、すごくいい。まあ、いいですね。うん。なるほど。何ですかこれ。固定がね、なかなか難しいんですよ。なんか、これなんか怪しいビデオみたいですね。怪しい。怪しい。じゃあ、一本いきますか、ラスト。おあ、ダメだ。よしよ。ちょっと待ってください。いいですね。じゃあこれでラスト1分いきましょう。同じの1分やって、30秒ひざつきで終わり。わかりました。はい、じゃあいきましょう。よーい、スタート。いいですよ、お尻の位置もいいです。いいです。20秒。いいっす。10秒。30。えい。40。50。10。はい、ついて。です。
きます、そのままそのまま。あ、やばいやばい。あと8、7、6、5、4、3、2、1。はい、OK でーす。イエーイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あっ、多分今日はできますね。そうだね、家でもね、全然疲れますよね。いや、これはできますよ。うん、これ見た方も、これをもう真似するだけでもうストレスなくなりますから。本当ですね、これ真似すればいいですからね。簡単にできますし、うん、でもね、簡単に家でもできますから。家これ何もなくてもできるんで、例えばダンベル1キロで今日肩アップやりましたけど、あれ別に何もなくても肩十分疲れるんで、なくてもいい。まあ、あとはペットボトルとかね、あれば500円でできますし、あとはプッシュアップバーも正直なくても全然ちゃんと頑張れればきついので、うん、だからこういうことですね。そうそうそう、そういうこともできますし、ぜひチャレンジしてほしいです。行きましょう。